くんなんか湯に負けるイメージ全然ないもんな。本当はもう2000ぐらい頑張ってください。ももちくんの優先。緊張するな。そうそう、あれだぞ、あの弟子の、俺の弟子のエバー君、はい、そろそろスタンバって頑張って入っておけ。エバー君も来てるの？寝てそうだけどな。2章で締められる締められないはね、理由の相手はみんなが、うまいね、確定取ってたね。おっ、いいよ、はい、出た出た、まあ、これちょっとあれだな、確認昇竜、これ確認昇竜なかったらね、多分剣は無理だったと思います。ちょっとうますぎるかな、限定方針でいこう。ちょっと待って、今のところ大丈夫、今のところ限定する、え、食らっちゃったから、うん、食らっちゃったからだ。食らっちゃったらダメなんだ。あ、そこまでいいっすね、この人ね。うまい。あ、そこ。はい。うーん。お前もう、シャメシャメ、行くよ。もう一回。今のは、あっと、かなり加点ポイント。お前がない。わあ、うまいね、君。はい。よどみないね。うまい。例を見てね。なるほど。うい。なんか減点されなかったみたいですよ。よかったです。加点。いや、減点はしたよ。減点したけど、まあその加点ポイントで。もうギリギリ満点的な。ギリギリ満点。ギリギリ満点。負けらんねえな。気づけた、楽しいな。よし、俺もそっちに行くぞ。繋いでくれ、俺も早くそっち行きたいから。確かに確かに、どっちか煮え切らん状態で終わるのは。そうだね、俺やる。孫も待ってるからね。待ってる待ってる、自分の出番も絶対待ってるから。立ち上がったこっち来たし、世の中みたいな感じで来てる。それはね、終わらせるわけにはいかないだろう。よし、頑張るぞ。おお、なるほど、ちょっと嫌な感じですね。いやいやいや、俺このキャラとポイントだったらちょっと嫌だな。嫌だよね、まあ、嫌だよ ね, だよね、うん、しかし言うてもですよ。ハマった、いいね、いい動きするから、うまっ、うまい、ここは再び厳選方式で、プラス10点。ちなみに何点満点？100点。100点ですか？おいしい。プラス投げて。この辺こうで。強化点。うん、強化点。強化点出しました。ウルトラ予想をふんだんに見せてね。まずは一番乗せていく。まあ乗せたね、今弾打ちが違うね。わかります？うん、どうなんて出なかった。おー、いいねー、この組み合わせ決して簡単ではありません、サガトは。それをしてこのまだうまい、うまい、あっ、あっ、そうか、はい、いきますね、つなぐね、ガチ勢、いい立ち回りできました。最後中盤でちょっと決まったかと思ったけど、そうそうそう、いや俺もね、ちょっと一瞬話してた。
よく出したみたいな。いいよ、つなぎました。よし、じゃあここで、うん、頼みます。つなげます。つなぎましょう。待ってくよ。ここは、ここは、あ、オールドリバーさんだ。サガットの人ですね。サガットです。じゃあもう普通に普通に名前を普通に言う。スリーブだ。失礼しました。あれしかも V4 なんだ。あのね、そう、今回変わりました。あのサガットダメだ。そう、今回増えました。いや、もう最後の最後に来てる。何このすいません、すいませんでした。すいません。なんかね、そう、今もともとずっとね、そう、サガトでね、やられてた方なんです。前のバージョンとか、あ、やべえ、フェイロンやり込んでる。フェイロン相当やってます。俺ね、フェイロン戦結構自信あるんですよ。言ってましたよね、うん、なんか今、すげえ自信あるみたいな。あの、動き使い、あ、でも色、色いいっすね。色、ちょっとこれリスペクト入ってる可能性ありますね。色いいっすよ。画面がずっと折れる。試合を見てる俺らを見てるみたいな感じだったね。色いいですよ。どこのことだし。セビひっくり返りでしょ。お、うまい。それがこれはもうお手の物だったね、今のは。うまい人でも振るから。で、これも投げ。で、ここから見せちゃおう、俺全部。まあ、弱尺ですから投げると、はい、結構抜けられないんだけど、ちょっと見せるから。ああ、なるほどね。確かに。うわ、大勝利。ここは信号です。はい。あれ、すぐ。まあ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 、いや、まあまあまあ、あ、あ、よしよし、大丈夫、よしよし、首から入れたかったね。そうだね。しかし、しかし、やーだね。ナイス、キャー、一回抜けられればかなり違いますね。ちょっと下がってね。そうね、円大パンにちゃんとなる距離に下がってましたね。中盤なされると、あるいは、うん、あー、冷めちゃったかな。冷やしてます。すいません。よかったよかった。これでね、背びをまず使わせなくするんですよ。しゃくりつける。背びを置きづらいと。づらい。もう置けない。相手は。もう置けないで。あれあれ、めっちゃ置いてくる。よし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 、ダイヤシ当てればって感じですかね。おぉ、まあ、強気に。おいしい。あー、確認したかった。いいですね。うまい。うわー、まあまあ、こんなレッグも。いや、大丈夫だよ、大丈夫、全然大丈夫だよ。ここに来てくれ、この金髪はね、まあまあまあ、メインですからね、はい、ちょっとね、心持ちは違いますよね。パコン強くて、はい、よしよし、いいね、うまい、ようなの巻き出した、いいね、細かいね、いいよ、うまい、細かい、いいね、おいしい、これはでかいぞ、
ゆっくりゆっくり、うんうん、ゆっくりゆっくり、いいね、そうそう、いいね、寒いね、はい、はい、よう守った。はい、オードリーバーさんありがとうということでね、はい、ありがとうございました、ね、ありがとうございました。じゃあここで、みんなでここで待ちゃーす。全然息合ってなかった。確かに各々が言いたいように浜田さん、浜田さんお願いします。やりましょう、お願いします、任せてください。はい、最後でプレッシャーかかるところですが、まあ今ね、あのフェロ見てから刺激受けたんでね、任せてもらいたい。さあついにね、はい、このXBOX、やっぱ猛者多いね。猛者多いね。これやらせていただきましょうかね。これもういつもランクマ立ててる方ですね。あ、マジですか。さあもう笑いが出ましたね。笑いや違う、もうあのなんていうんですかね、嬉しくて嬉しくて笑い出ちゃう。もう体験できることが嬉しくてこのキャラとさあ、このオレンジのキャラを見て、しかし、あれやばい、やり込んでる、確かにもう一度叩いてもうつけてる、はい、早い早いよ、嬉しい限りですね。俺が孫を倒すぞと入ってきたと。いいですね、はい、そうですよ、そう、これは孫チャンスなんでね。映ってません、試合に集中してくださいあれはどうなんですかね。あ、やるね。ちょっと待って、お前、それ、あかんやつ。任せてください。あ、ダメ？まあ、ちょっと待とう。まあ、まだ30秒しかない。犬っぽい動きしてる。ええー、でこの体力差で喋るな。この体力差で喋る根性は見せるじゃねえよ。まさかのお勉強会始まっちゃったからね。孫ちゃん、いやお前さ、ちょっと お前ら黙れ。お前孫ちゃんっすって、お前いいね。仕掛けてもうまかった。ないない、やせ。大丈夫。やっぱ膝がやべえ。大丈夫。いや、おしゃ。うまいよ。早い公約で出す。あれ？早い。でも出したんすよ、これ。いいよ。もうリズム来たよ。はい。いいいいね。オッケー、いい。わあ、いいよ。ナイス。オッケー。まだ白いよ。これはでかい。大丈夫。焦んな、大丈夫だよ。はい。はい。これはいった。いいね。これはいったんじゃないですか。なるほど。爪は。はい、セーフ、いやー素晴らしい孫チャンスでしたね、はい、いや良かったですわ。さあこんなね、はい、孫チャンスの後に、はい、まだまだ続きます。はい、アヤノチャンス、はい、アヤノチャンス、はい、チャンス、アヤノチャンス、じゃあ最後に、はい、これもしかないね、守護神出てきましたね、しましたよ。まだポイズンでは負けないんじゃないですか。確かに、おやおやおや、はい、じゃあ、はい、どちらでこちら出られます、お願いします。これ、ね、はい、はい、はい、俺もやからです。はい、ラストこれで、ね、ラストということで、これで、ね、
さあ今19敗ですよね。そうなんですよ。で出てないキャラが新キャラで、はい、いてないキャラで、まだデカーブがいません。彼女ですか？彼女ですね。ああなるほど。ここで？まさか。ここでここでやろうかなとなるほど。とはいえどうですかね。とはいえちょっとどうなんでしょうね。ちょっと相手を見て、すごい高い。そうですね、強いですよ相手全体で。ただねちょっとわかんない。あーこれ見たことあるな。見たことあります。見たことあります。ちょっとどの程度かは。キャンプ使いだったような気がするんですけどね。気のせいですかね。あ、そうですか。設定的に設定は関係ないと思うんだけど。いや、設定的にリカブリとジャニーはね、ちょっと新鋭隊とかでね、いけるでしょう。まあ、謝ってますね。じゃあ、これでね、綺麗に全キャラいきます。全キャラ使ったことになります。使ったことになるんですかね、はい、この長い。あ、ちょっと全然違う。これはおウルコン1でいきますか。この5時間にわたる戦いでしたが、最後のね、幕をグッとね締めていただきましょう。すごい顔したな。手のピッピーはと思って。まあ2000ぐらいあるとな。あやまさん強いですからね。行ってもらいましょう。はい、お願いします。はい、うん、うわ結構いい動きしますね。おいいですよ、いいですよ。そのうわー、出なかったな。まだ、はい、大丈夫。まだ終わってないです。どういう作戦を練るべきか。ここは練るべきですかね。これシャカシャカ出せればステップシャカシャカとか結構強いんですよ。ステップシャカシャカ。そうオッケー、当たった。とりあえず何か。そう大丈夫、ダイルがリードします。いいっすね、とりあえず。いいとこです。はい、はい、オッケー。はい。シャカ、オッケー。シャカ、全然ないです。全然。もう、リベンジゲームゼロですから。なるほど。逆にこちらはもう、そろそろ溜まりますよ。オッケー、したら取りたいです。はい、オッケー。はい、OK。 いいね。行きましょう。お前ら取らせんからな、ナイトメア。相手もかなりプレッシャーかかる。プレッシャーかかるね。一つの称号がかかっております。一人だけの問題じゃなくなっちゃったちょっとかわいそうだけど、頑張れ頑張れ。ここはね、頑張っていただきましょう。お、行ったり来たり。スクラムで相手を翻弄していくスタイル。あらー、シャカ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 、暴れていく。ハザンシュ入れ替わって、ハザンシュ削り、残り体力は1割といったところ。さあ、あやまとも、あー一戦決まった。特別称号ナイトメア、ナイトメア公開でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そういうことです。さあ、それでは。ありがとうございました。お約束通り、ナイトメア。初報のナイトメアの、あの、行動。行動ですね。はい。お願いできたらなと。出ますかね。出ますかね。出ると思います。出ると思います。大丈夫ですか。少々お待ちいただいた後、行動が出るということなので。いや、皆さん強いですね。でも綾さん結構リカブリ使えてましたね。ありがとうございます。はい、中足シャカシャカしか練習してない。うまかったですよ。結構難しいんですよ。結構難しいです。難しいです。でもこれできるようになったおかげで、チュンリーとかもなんか割りかし出るように。あ、なるほど。そこら辺だけはね、結構なんか互換性っぽいのありますから。聞きますね。1キャラできれば。ネズミだ系のキャラ、ホンダ、ブランカ、
ディカプリ、チュリー、レンダゲーあとゲンカゲンカゲンカも面白そうでしたね、中足、うん、そうですね、はい、シャカ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 今日で出さないとね、ちょっと有効じゃないけど、うん、あ、そうなんですね、ちょっと押し方が変わっちゃうんですけど難しい、お、はい、出ました、行動電子さあ、じゃあ決めます、あの決めるっていうか、これ入れてみます、入れてみましょうか、はい、360で入れてみましょうか、はい、先ほどは PS でしたもんね、もう一度叩いて、もうすでにつけてる人いましたよね、いましたね、ちょっと嬉しいですね、赤くなってますね、つけていただいて、つけていただいて、プレイヤーデート、はい、オートも、はい、はい、Xbox です、そうですね、上の方にまた表示を出してもらうと、まあ、先ほども説明したんですけど、特別称号コードから入力してもらう、入力します、はい、入力中でありますが、大文字はどうやってするのかな、キャプスです、左下のあそこの、あ、これこれ、はい、で79はどっちですか、9はアルファベット9、はい、はい、SIID です、はい、0、どうですか、で IM もう一声、PPY OK 3V、うん、結構高いですね、これで終わりですね、はい、こちらがスタート押すと新しいましたー、今セットしましょう、しましょう、で RB で、消防ソフト、はい、あ、結構出てますね、でですね、ここに、おー、ほんとだ、かっこ、かっこいい、かっこいい、はい、おめっちゃ OK、 これ何のキャラかな、これは ゴーヒーですかね、ゴーヒーですかね、バックにゴーヒーが、確かに強そうですね、あ、これかっこいいな、かっこいい、はい、みんな言ってくれました、ありがとうございます、これがナイトメアの称号です、20杯するとはまさに悪夢、まさに完全に悪夢ですね完全に悪夢、今日眠れるかなちょっとわかんないですけどね、いや、しかしね、あやむさんね、はい、ありがとうございました、いえ、どうぞです、ありがとうございました、はい、でこれからもどんどん、はい、修行していただいてですね、はい、ですね、なんとかリーグとか、はい、そうですいや、そちらの方はね、まあまあ、家庭用で練習していた方がいいんじゃないかなっていう部分もね、ありますけどね、そうですね、はい、で、まあ、今回来ていただいたあやむさん、そして、うん、あとはプロデューサーの杉山さん、こちらにお呼びいただいて、はい、ちょっとお話を聞いていこうかなと、はい、じゃあ、こちらあ、一個出ます、はい、はい、こちらのマイクをしてください、あ、ます、さあ、どうでしたか、まあ、23時から28時の5時間の長丁場になりましたけどね、そうですね、最初は多分眠気もあるかなと思ったんですけど、はい、あっという間でしたね、面白かったっすね、これ、あの仕事なんですけど素で面白かった杉山さんなんかあれですよね、あのあっちで見てる時も、はい、一緒に見てる時も、はい、なんかあれはこう、あれはこうみたいなあ、この人めっちゃなんか楽しんでるなっていう感じがただの動画勢になってしかも出番もありましたからねですね、いやもう本当ね、まあちょっと勝ちたかったんですけど、はい、まあちょっと、もうちょっと練習します、でも強い人ばっかりでしたね、強っ、強っ、強っ、PP はやっぱ最初なんで、うん、当てにならん、あ、今は当てにならんですね、うん、全然当てにならん、でも、なんかやっぱりこういう機会、はい、もうちょっと出させていただいて、うん、もうちょっとやろうかなって、そうですね、モチベーション上がったんで、上がりますよね、すごい、やっぱりね、短時間ではね、難しいんですよ、難しいですね、3年、4年ぐらいやり続けて、結構やり続けましたね、あと4年後ですね、4年後早田さんの息まで進めるのないからそこまでできれば落ち着く感じね、じゃあ、まあ、頑張る、はい、まあ、まあ、ちょっとまたぜひ、はい、お願いします、こちらこそよろしくお願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、早田さんどうでした、僕は勝てたんで、あ、前半2敗ですよね、前半そうです、2敗ですね、もう今日良かったです、強かったですね、今日キレッキレだったね、ありがとうございます、会社でやるよりキレッキレだった、言ってましたよ、もうキレッキレすぎる、そうなんすよ、だからね、 M1
上手くなってきて、うん、ある程度まで上手くなっちゃうとそこからちょっと勝てるようになって、うん、またね、ここからモチベも続いていく、うん、と思いますんで、うん、ありがとうございます。お願いします。頑張っていきます。次はチャンスじゃないようにしよう。チャンスじゃないよ、ね、いきなりいる。あ、そういうこと。いきなりいる。綾のナイトメア。綾のナイトメア。みたいな感じね。それではね、はい、もうこう5時間の長丁場、杉、はい、山さん、そして綾野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうかな。はい、はい、さあ、それではね、そして杉山さんにかけていただいて、はい、メンバー内でのね、配信の感想をちょっと聞いていこうかなと思っておりますが、まずメンバーがちょっと揃うの待ちで。うすいす。いやー、盛り上がりましたね。お疲れ様でした。楽しかったっすわ。なんか本当に久々な感覚で久々な感覚、ね、ワイワイやれてすごい楽しかったっすね。ね、面白かったよね。面白かった、面白かった、面白かった、うん、しかもね、このももちとボンちゃんの絡みってのもね、そうだね、なかなか見れないものだからね。こんな長時間やるのはね、本当初めて。いや、本当初めて、うん、面白かったな。ももち的にはもう今回の感想としては、はい、まあ勝敗的にも、うん、まあいっぱいしちゃったんですけど、まあまあいい成績かなと、うん、はい、楽しめました。はい、でボンちゃん、そうですね、まあ、42勝20敗だったらしいですよ、トータルの戦績。42勝、結構負けた、ね、結構勝率にするとやっぱりそうだね、うん、出すとそうなんだけど、でもやっぱね、そんだけやっぱ試合数やれたっていうのもすごい良かったしね、うんうんうん、やっぱこうやっていろんなキャラ使っていろんな人との対戦っていうのはすごい楽しいものだと思う、うん、またね、何かの機会でこういうのやれたらいいなって思いましたね。裏方の人たちにちょっとお願いして、よろしくお願いしますというね。そうですね、また作ってください。はい、よろしく。では時の方、いや、俺もね、また公約通り9号エレマン続けてきますんで、うん、これ公約してた、公約してたのか分かりませんけど、なんか言ったんですか、こういう機会で、まあ、成長の機会、はい、あんまり、ね、サブキャラでね、こうやってワイワイできるっていう機会もあんまないんで、うん、こういう機会があると、うん、やっぱちょっとね、いいものを見せたいなっていう気もなるし、うん、もうちょっとヒューゴを練習しておきますんで、ね、そうですね、でもヒューゴかなりいいグループ出すんで、ね、うん、そうね、これからに行きたいですね。まあ、ありがとうございました。はい、楽しかったです、皆さん。ですね、まあ、僕としてはですね、まあ、最初やっぱりちょっと不安だったんですけど、やっぱ4人という新しいスタイルだったんでね、うんうん、ちょっと不安だったんですけど、やっぱ入れ替わったりとか、うん、あとは綾野さん、杉山さんの協力もあって、うん、すごくいい番組になったなっていうふうに個人的には思います、うん、でまた時々言うようにね、またこういう機会があればちょっとね、またサブキャラちょっとなんかクオリティ上げておきたいなっていうね、気持ちもあるんで、またこういう配信があればよろしくお願いしますと。はい、はい、ですね、まあ、今回のタイトルある通り、ウルトラストリートファイター4発売記念なので、はい、ウルトラストリートファイター4、まあ、店頭さんとかオンラインのダウンロードとかでお買い求めいただけるので、まあ、ぜひこういう楽しい対戦やるために買っていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。また乱入してくれた方からもね、そうですね、ありがとうございました。さあ、それでは、まあ、皆さんウルフォーはい、頑張っていきましょうということで、はい、今回のね、本日のね、5時間にわたる長丁場ですから、はい、本日の配信終了させていただきたいかなと思っております、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。